タースと申します。ベラルーシ出身でここ働いてるのは2年前からです。ロシア出身ブラッドウェイシェンスクというところで、名前がブラッドです。ここで働いてるのはもうすぐ5年ぐらい。カフェロセというレストランでクルーゼ料理とロシア料理をやってます。ロシア料理屋さん自体が日本に100店舗ぐらいし、日本全国で100店舗ぐらいしかなくて、でその本番の出してる料理っていうのはあんまりないですね。最初はロシア人が集まりたい、集まれる場所としたくて、そういうレストランを開いたっていうのは聞いてます。で、まあ、実際はここロシア人結構毎月来ますね。1週間で5人6人ぐらい、5、6組、はいはい、じゃあ結構もう1ヶ月に2、30人、うん、そういうこともありますが、大体みんな日本のお客様が来ますが、ロシア人ももちろんいらっしゃいます。吉祥寺にはロシアレストランっていうのはなくて、やっぱり吉祥寺っていろんな種類のお店が集まってるじゃないですか。沖縄料理とかタイ料理とかインド料理とかいろいろあると思うんですけど、ロシア料理はここ初めて。まあ、壁の色とかはロシア昔からいろんな、なんか物を作るとき、色をつけるときには赤を結構使ったり、赤、黒、黄色っていうのを結構使ったりします。うちのここのレストランでは、まあ、ロシア人が料理してロシアの本番的な料理を作るっていうのが目標で、で違うお店行くと、まあ、なんかボルシチにトマトでその味を赤に出したりとか、でピロシキの中身が違うとか、ビーフストロガノフの味が全然変わりますし、本番の料理でロシア料理って家庭料理であって、基本的にはでやっぱりその、まあ、家では作れないので大体ここ来て食べたりする人もいます。まあ、ピロシキとかもそうなんですけど、やっぱりその作り方がなのか、日本ってよくパンに何か入れればそれピロシキっていうことが昔あったんですけど、まあ、基本的に生地が全然違うと、まあ、中身も全然違います。と水餃子とか、ここはなメニュー裏メニューにしかないんですけど、水餃子とかはおすすめです。水餃子はロシア人食べるんですか？食べます。ロシアの水餃子です。ロシアの水餃子、日本とはちょっと違う。半年か1年前ぐらいに生地でジャムを紅茶の中に入れるんじゃなくて、そのお皿のところに入れてちょっと味見してから紅茶を飲むっていう噂が流れて、そこでうちのお店に来るお客様がみんなそのお皿にめっちゃジャムが置いてあって、そういう噂が流れてお客様に美味しかったですって一回は、まあまあ結構言われるんですけど、まあ、それが一番嬉しいですね。まあ料理とかを褒められたら結構嬉しいんですが、私はベラルーシ出身で、なんか結構ロシアだけではなくベラルーシとかにも興味を持ってるお客さんが来て、その時なんか一回ロシア語ではなくベラルーシ語でありがとうと言われたことがあって、その時本当に嬉しかったです。まあもっと頑張って同じ味でそのお店を続けて、お客さんが喜んで帰って、まあ、たまに酔っ払って喜んでたりしたんですし、まあそれを見ると、まあ、これこそロシア料理屋さんみたいな感じ。ただ食べて帰るという感じではなく、そのロシアとか、まあ、ベラルーシについてもいいんですが、ロシアとかグルジアの文化について聞かれたら、結構料理だけではなく文化に興味を持ってるなと思うので、料理を食べて美味しいなと思って、じゃあ文化はどうだと思ってくれたら嬉しいと思います。
ぱり日本人とロシア人が仲良くして、それでロシア文化に持った人たちがもしカフェに来てもそのスタッフと話したりとか質問したりもできるような形でな風に なってます。実際結構ロシア語を学びたくてここに来たりするお客様もいっぱいいます。でその時はやっぱりスタッフにロシア語で声かけたり、あの質問、ロシア語はこれで正しいですかって聞いたりしますね。交流生まれてるとか。そうですね、まあ、実際うちのお店に来て、あ、ロシア料理はこんな感じで、まあ、ロシア行ってみようとか、あとこのお店の雰囲気で働く時ってやっぱり、まあ、ロシアっぽい感じですね。スタッフもうるさいしいろいろあるんですけど、まあ、普通の日本のお店、食屋さんとか違うお店行ったらそれはめったに見られないと思います。